はい、渡辺です。今回キルコンファーム堂でマップはシップメント194で最初からであと全員乗らになります。12人いたと思うんですけどね、今回もこれ使いますんでね、1個もありなのこの黄金のガチョウのクラスで、あとスコアストリークがね、迫撃砲攻撃火炎放射器連続攻撃になります。ちょっとキルコンなんでね、ちょっと低スコアストリークちょっと設定してますんでね、これ上手いいでしょ、これガブリ。はい、ラブルズは。あ、1キルしかやってんのか。面白いね、このゲーム。うまい。なかなか。キル稼ぎたい場合は、キル込んで。タグは取らない方がいいんですよ。その分試合長引くから。マーク・オブジェがよくやる手法ですね。あれ今は取っていいんだけど、最初はね、スコアストリーク回すまでは、今スコアストリーク回すまではやってもいいよ。これコンテナの中に隠れてるよ、これ。あ、違うか。味方が。ダメだな。タグコレクターっての合ってるかな、これ。タグコレクターっての合ってるかな、合ってるな。面白いっしょ、これ。よし、開放射器いけますね。開放射器オンライン。よし、燃えろ。燃えるのじゃ。久しぶり使いますよ、これ。よっしゃ。迫撃砲行くか。死んじまい。ジアン。開放射器オンライン。あ、間違えた。開放射器。キルが できてないな。あら、自分のでも死ぬから、これ。燃えろ。死ね。真ん中。中にいる。あ、うまい。17。よし、ヘッドショット入ったな。キル数悪くないよ、これ。キルコ面白いよ、これ。18。敵強いね。死にやがれ。19。あらら、20キロもいかんのか、これ。21キロいってるか。負けた。敵が強い。はい、今回の成績は21キル24です。マイナス3、確定キル13、阻止キル8、スコア2685でした。負けましたね。敵さん強かったね。面白かったですよ、でも。久しぶりに火炎放射器も使ったんで。
火炎放射器でウォーでよく使うんだよね。はい、プレミアさんありがとうございました。これ終わってない、2つ終わってますよ、これ。おお、これ終わってるな。立って戦い、伏せるかしゃがんでいる敵を10キルで司令官僚で20分間 XP ボーナス 25% 獲得です。抜かりなきキラー、キルコンファームドで20個のドッグタグを集める司令官僚で250ソーシャルスコア獲得です。これヘッドショットもあと2回ですね。結構進んでるな。これ爆発物で200キロ、あと60キロ。これスナイパーは1回も使ってないんでね、これ進んでないですけどね。あとでやっていくんで、マッチで25回勝利する、18回、あと7回ですね。 SMG で50キロ、26キロしかやってないんで、あと24キロで 3000XP だね。61回完了してるんで、あと39回ですね。あ、結構進んでるね。アクティブブーストもうなかったんでね、もうなくなったんで、ちょうどよかったの、また新しく追加されて。今回スコアストリーク、火炎放射器、久しぶりに掴みましたね、これね。面白い。で、迫撃砲攻撃に連続砲撃ね。で、今回もこの、イコマリナのこのクラスでやってみましたね、これね。リレクイションに砲影。これ、使わなかったですね。SMG で今50キロのやつ終わらせたら、次近接攻撃で25キロがあるんで、その時に使っていきますんでね。マーク2手榴弾にこれ黄金のガチョウね、いいっすね。はい、今回ねウィコマリナのこのクラスでシップメント1944のキルコンファームドをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。